2月16日月曜日深夜1時からの伊集院光る深夜のバカ力はなんとニューヨークからの生放送だ。ところが伊集院光さんはスケジュールの関係でニューヨークの空港に生放送90分前に到着。入国審査、移動時間を考えると遅刻の可能性大。そこで伊集院さんが無事到着したら番組開始5周年特別プログラム伊集院光る深夜のバカ力からライブインニューヨーク。到着できなかったらこの時間は番組の内容を変更して渋垣隊ベストヒッツをお送りします。10月16日月曜深夜1時からは伊集院光る深夜のバカ力からライブインニューヨーク。それとも渋垣隊ベストヒッツ。Ignition sequence starts. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. いよいよ運命の瞬間です。深夜のバカ力から番組開始5周年特別プログラム渋垣隊ベストヒッツ注目の第10位は寿司食いねえのイングリッシュバージョンでおー寿司。 Number 9最高じゃん。での駆け込みのベスト10入りは渋垣隊ゾッコンラブ。 Number 8ブーサワイエイエイサムライニッポンサムライニッポンやめないよつらい。第8位は渋垣隊の隠れた名曲サムライニッポンって、おいこのテープ流れてんのかな。伊集院光る深夜のバカ力から番組開始5周年特別プログラム珍プレーボンプレー特集&渋垣隊ベストヒッツ。深夜1時のまあ3分か4分だっていう段階で俺がどうなってんのかもう分かってないですからね。でもとりあえずはまあ流れてるっていうことで喋って間違いないよな。備えあれば憂いなしみたいなことだから、だって流れてなかったら別に何でもねえもんこんなもんね。一応ですね、今時間がですね、金曜の深夜の28時30分ということで、土曜のですね、早朝のですね、4時半なわけですけども、人間ね、明日のことなんか分かんないんですよ本当にね。だってね、誰が一昨日松坂があんなことになるって思った。松坂君子の話ですよ僕の言ってるのが。松坂君子の巨乳に誰かが養生させてマリモヨーカみたいにペロンって裏に向け事件が起こるなんて今日のスポーツ新聞の一面ですよもうね。だからね、まあとりあえずは順調にいっていればどうなって、
いるはずなのかって、まあ、順調に行ってないからこれ流れてるんですけれども、成田空港を、聞いてる皆さんからしてみれば、今日の朝11時に私は立ってます。月曜日の朝11時に立っております。で、ニューヨークの JFK 空港に、日本時間の11時半ですから、まあ、今からおよそ90分前ぐらいに着いています。順調に行ってればね。で、一応予定では入国審査は20分取ってます、私のプランでは。で、市内までの移動時間は40分取ってます。で、TBS のニューヨーク支局に、到着するのは、今から30分前の、まあ、ついてないんですけどね。これ、あなたが聞いてるってことは、イコールついてないんですけど、12時30分、今から30分前について、ほいでまあ、ね、アメリカンジョークなんかを現地のね、ニューヨーカーと、こう、語らいながら、ね、そろそろやるかなんて言って放送初めてないんですけど、流れてるっていうことは一位の段階でやれてないんですけども、これどういうことになってんだろう。スタッフの構成渡辺と AD 柳沢はもう日曜の朝に出て向こうに行ってるわけですよね。そういうことになりますよね。でいて、俺はお前らに頼まれてるスピリッツを買っていけばいいわけですよね。日本から月曜の朝に、なんで俺が成田空港で買ったスピリッツを捨てないで持ってこいとか、そういうことづけおかしいじゃないですか。で渡辺くんはヤンマガですよね。カイジの続きですよね。そんなことよりこれ流れてるっていうことは、あ、流れてるってこと、こうせ渡辺くん、カイジの続きが見れてないですよ。使えねえな、こいつ、おい。お前ね、でもまだ来ないって決まったわけじゃないわけですよ。こうやって、番組が今テープで流れてますけど、僕が到着すれば、途中でも、どん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 って、FBI だけれども、この写真の死体に見覚えはないかい、伊集院さんみたいなことも起こるかもしれないし、わかんないけど、こんなことを話しているほんの1分後にこのテープは急にブツって途絶えて、いやー遅れてごめんねーって言って、俺がヤンマガと間違えてコミックボンボンを止めていて、構成の渡辺くんに、おい取り替えれって言われて、なんだお前、漫画の一冊も買ってこれねえのかよおめえみたいな話もされるかもしれない。即帰国ですよ。喋らずに続きがまた流れるわけですよ。で一応目印としてですね、私ニューヨークに到着し次第ですね、ニューヨークから生放送に切り替わるんですが、切り替わる時にはですね、ジングルが流れることになってます。これが鳴ったら伊集院来たということで、そう、これが鳴ったらどうも伊集院ですっていうことになるわけですから、だから分かんねえけど10秒後にもう鳴るかもしれないですよね。ために10数えてみましょうか。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1。来ませんけど僕も予言者じゃないですからね。そんな秒単位の時間が読めるんだったらばちゃんと言ってますから、そういう意味じゃね。まあ一応ですね、このジングルが鳴った時間というか、伊集院光が来た時間をメモしておいてください。メモして、それで応募できるプレゼントなんかも作りますから、ほらこれで伊集院来るの楽しみになったじゃないですかね。ニューヨーク土産プレゼントですよ。ただまた今ちょっと喋ってちょっと気になったのは、そのなんていうの、今この時点で伊集院が何らかのアクシデントにもし巻き込まれたらってことってあるわけじゃないですか。例えば今ハドソンリバーをゆっくり海に向かってるっていうことも、うつ伏せで、ね、うつ伏せで微動だにせず海に向かってるってことも考えられるし、あともっとすごいのは、今現在僕は一応プロデューサーの千乃と一緒に飛行機に乗ってこっちに来てるはずなんですけど、少なくとももうニューヨークで着いてるはずなんですけど、成田で乗り損なってプロデューサーと一緒にこうワタミあたりでこう新サンマが280円ってのは随分安いねなんて言いながら、よくなってねなんて言って、こう酸っぱいブドウみたいに行かない方がいいんだよなんて言いながら
完敗してることもありえますから、その時には皆さんがもらえるプレゼントはニューヨーク土産ではなくてですね、ワタミのお食事券みたいな形にもなる可能性はありますけど、何らかの形でプレゼントはありますから、もし俺があの成田についてなかった場合は、成田から出れてなかった場合は、要するにあの、正解は、来ないが正解ですよね。結局来なかったが正解 でもらえるプレゼントがあのなんかあのね、ワタミのお食事券か壺八の箸置きかっぱらってくるか、そんな話になるわけですよね。もしかしたらすまなそうに今 TBS のスタジオの方にいるかもしれませんよ。テープが回るのを見な、回ってんなおいとか、伊集院面白いこと喋ってんななんていう状況になってるかもしれないんですけどね。ただまああのね、我々ちょっと思い切りすぎたなと。このテープが流れてる時点で多分スタッフ全員反省することは、スペシャルウィークですから、これスペシャルウィークですから、渋垣隊には任せらんねえみたいなところはちょっとあるんですよ。この間のアドマチック天国であの薬丸さんに会った時には、渋垣隊っていい曲多いですよね、今度あの特番やるんで聞き込んでるんですよみたいな嘘ついてましたけれども、あの時のヤックンの表情を見てもちょっときついみたいなところあるわけです。石川秀美あたりが聞いて終わりみたいなところあるわけですよ。なんでちょっと早速ですね、あの渋垣隊ベストヒットはですね、後ほどに回してですね、こちら行きたいと思います。一丁に光る深夜のバカ力から放送開始5周年特別プログラム、チンプレーボンプレー集。チンチンチンウッパッパルパルサ、チンチンチンウッパッパル、チンチンチンウッパッパルパルサ、チン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 。ということで、あのチンプレ特集とか、そういうこういう特集もんっていうのは意外にあの数字を取るものですから、たとえ流れていたとしても、もしかしたらあれですよ、あの意外に聴取率取ってて、あの伊集院光の墓前にあなたがハドソンリバーで回収された時にはすごく悲しかったけれども、結構数字取りましたってこともありえますからね。ということでたくさんリクエストもらったんですが、まあ、5年間の放送の中に聞きたいっていうものをですね、どんどん流していこうっていう感じですね。はっきり言って僕はもう伊集院の声は聞きたくないぐらいテープ聞きましたからね、今週ね。じゃあですね、神奈川県の名前読んじゃっていいのかな、神奈川県のこの人、石田さんからリクエストいただきました。まあ、他にもいっぱいもらったんですが、名場面リクエスト、5年前の第1回の冒頭の部分、要するに一番最初の第一声を聞きたいと。で、この当時はまだ聞いてなかったので、ぜひ聞いてみたいと。それからですね、東京都のですね、松木さんですが、私は初期の頃の放送を全く知らないので、第1回の放送の最初の部分を聞いてみたいですというですね、こういうリクエストすごいたくさんもらってるんですが、まあそうですね、一応まあエピソードを振り返ってみると、第1回の第一声目っていうのは、実はね、当時アルバイト見習い補佐の、予備張り出しね、しかもね、の16枚目だったですね。あの松上くんね、松上くんがいてくれなかったら、はっきり言って伊集院光は番組できなかったんですよ。このエピソードはね、本当にもうすごいよね。あの時はね、死者も出たもんね、感じ。死者も出たし、松上くんのお父さんが大気圏外に飛ばされたりしたんですよ。後でまた会うことになるんですけれどもね、その時には松井くんのお父さんちょっとね、そんなですね、第1回目の放送のテープはこちらです。人類が増えすぎた人口を宇宙に移民させるようになって、すでに半世紀が過ぎている。地球の周りの巨大な人工都市は人類の第二の故郷となり、人々はそこで子を産み、育て、そして死んでいった。宇宙世紀00709内、地球から最も遠い宇宙都市サイド3はジオン公国を名乗り、地球連邦政府に独立戦争を挑んできた。この1ヶ月余りの戦いで、ジオン公国と連邦軍は総人口の半分を死に至らしめた。人々は自らの行為に恐怖した。戦争は膠着状態に入り、8ヶ月余りが過ぎた。伊集院大地に立つ。これが連邦軍の新型モビルスーツなのか。僕に動かせるのか。動け動け、くそ、動いてくれ。
ん？タイトルコールスイッチ？伊集院光のアップス深夜のバカ力。動いた動いたぞ。トークだ伊集院、トークだ。どうもこんばんは、伊集院光です。初めましてっていう人が多いと思うんですけども、これから毎週ですね、月曜日の夜この時間はですね、僕が担当するわけです。懐かしいね。俺はね、あのサイドセブンで寝てたんだよ。それで本当は松上が乗る予定じゃなかったんだよね。でそいつが死んじゃったもんだから、でたまたま俺のマニュアル拾ってな、でいて俺のあのポコチンずらしてそこ入ったんだよな。ほんでいて闇雲にボタン押して喋って、でその後ですよ、松上があのニュータイプとして覚醒してね。あのよくさ、ニュータイプってさ、あのアニメで見るとさ、目の前のところにシバシバっての出るじゃんか。あれがどうも松江の匂いの元らしいんだよね。あれ、あのアニメだと匂いわかんないけど、あのシバシバってのが、おい誰か犬連れてるかっていうようなやつらしいんですけどね。その後 TBS も、これは伊集院ってのはどうもいろいろ喋るらしいってんで、廉価版を作ったんだけど、シャア専用のズゴックにお腹をドーンってやられたりとかして、結局あんま喋んのは残んなかったんですけどね。これがもう正真正銘の第1回のテープですからね。じゃあですね、こんな感じでいきますんですね。嘘からかよ、もういいのかよそういうことでね。じゃあですね、今日1曲目もですね、この番組で、ゆかりの歌からいこうということで、こちらリクエストの方はですね、横浜市のペンネームカルガモ村さん、先日電波歌合戦で尾崎清彦さんの事務所の社長の歌を放送しましたが、僕は社長の素人っぽい歌と対局にあるプロのオペラ歌手中島恵子さんの歌うおもちゃのチャチャチャのインパクトが忘れられません。そうだよ、中島恵子さんがデブ仲間っていうことでね、あの出てくれたんですよ、もう一度放送してもらえないでしょうかということですね。これも電波歌合戦で放送されました、中島恵子さんでおもちゃのチャチャチャ。になるからね。バカだな。オペラ歌手なのに何こんなことやってんのって話ですよね。プロ中島恵子さんって結構一流の歌手として相当一流なんだよ。キャベツ株飲み女だと思ったら大間違いなんですよ。なあ。ということでですね、よく覚えてたな。まあ、俺の前肉仲間の肉仲間の一人ですからね、やってもらったんですけど、おんじゃですね、ここでですねファックス、呼びたいと思って、ファックスはですね、一応皆さんは、TBS ラジオの方に出してもらって、またですね、ファックス、無人のファックスマインですね、先ほど大活躍の模様に流れた、アルバイト見習いの松上くんがですね、体育座りしてます。で、横にハロが転がってますんで、もう、フラウボーに育児なしだ、ソチンだ、罵倒された後の、ちょっとオリジナルも入れとこうかなと思って、丸パクでアムロと入れ替えっていうよりは、ちょっとオリジナル入れようと思って、今そういうエピソード入れましたけど、体育座りしてますんで、その頭の上にこうファックスはひらりってかかって出てきますから、これを読んで、面白かったやつ、面白かったやつだけでいいからね、電話代かかるからね、面白かったやつを、ニューヨーク支局の方に転送することができますんで、転送してください。で、内容はですね、一応伊集院光遅れて迷惑をかけてますんで、ニューヨーク行ったらこれ買ってこいお前みたいな、でそれイコールプレゼントしましょう、
あの、要するにニューヨークだったらこういうもんが売ってるはずだから、こういうの買って俺たちにプレゼントしろよ。だからパシリものすごい距離の記録だと思うよ。多分ね、学校で1年間細かいパシリをやらされるのを、1日で通算記録を塗り替える、1年分を塗り替えるからパシリにしますんで、だからニューヨークでしか買えないもの、あの、言ってもらえれば、なんとかですかね。パンとかですかね。パンとかわかんねえけども。そういうのは、あの、お土産に欲しいものを、リクエストしてください。で、だから、じゃあ、リクエストしてこれ買ってこいって決めたものを買ってきますんで、1個はそのリクエストした人に。で、もう1個はその抽選の方の、あの、後ほどハガキの受付をしますんで、伊集院光何時に来たかプレゼントの、方に回しますよ。だからくれぐれも言っておきますけれども、ニューヨークに着かなかった場合っていうのが、かなりしょぼいものになる可能性が、あ、じゃあ、あれやろっか、俺のチョコエッグのおまけ。カブトエビはダブテッカーやろうか。みたいなことにもなりますんで、ね、じゃあですね、ファックス番号ですね、東京 03-5562-9540、東京 03-5562-9540 で、伊集院光使いっぱしり、ファックス、あと、メッセージとか、ね、あと、あ、伊集院光、今、どこでどうしてるかっていうの結構、あ、だから何時何分どこでどうしてるっていうのも、あの、書いてくださいよ。結構当たった時にあなたはすごくブルーになるようなの書かない方がいいですよ。あの、当たった時にね、うちの家族とかから恨まれると思いますから。ということで、じゃあ一回 CM。 番組開始5周年記念プログラム、伊集院光深夜のバカ力、珍プレーボンプレー渋垣対ベストヒット。番組開始5周年記念プログラム、伊集院光る深夜のバカ力、渋垣対ベストヒット。 No.77位に入ったのは、そうかもね、そうかもね、 100% そうかもね、かもね、かもね、恋かもね、いたり合っちゃうかもね、かもね、かもね、そうかもね、癖になっちゃうかもね、ベリーバンバンバン、恋が決めなきゃ、ベリーバンバンバン、ただの友達。長い長い長いから長いから、そんなに7位の時点でワンコーラスとかかけてたら無理だから、番組的に。そうでなくてもアルフィーのリクエストとかも結構来てるんで処理しきれないからね。いいじゃん、もう、あの、今夜決めなきゃのとこでもう十二分だから。さあ、だから、週末台はとりあえず置いておいてですね、チンプレイ、ボンプレイの方行かないと、渋垣隊ファンの数字は取れてると思うのよ。取れてるとは思うんだけども、いつものファンの数字が取れなくなりますんで、ねえ。っていうか、俺はまだついてないのか。30分が経ったでしょ。まあ、今24、5分経ってるんですけどね。まあまあ、ついてないっていうことでね、気にせずいきますけれども、ここはですね、懐かしのゲスト特集ということで、あの、最近ですね、ゲストがあんま来てないんですよ。で、いろいろ調べてみたらですね、ゲスト。この番組にゲストが来たのはですね、厚生の渡辺くんのお袋以来という。まあ、新藤アナとかね、来てくれたりしてますんで、まあ、ゲストっちゃゲストなんですけども、何以来だろう。俺、あれで文具くれたの覚えてんだよね。松坂に出演してもらって、160キロをスタジオで投げてもらう企画っていうんで、松坂慶子にオファーを出したんですよ。ね、でいて、松島ディレクターにお願いだから企画の趣旨を話せば絶対分かってもらえるから、松坂恵子の事務所に電話してったら、どうもね、電話してなかったみたいなんですよ。あの、それで結構な大喧嘩になりましてね、いや、じゃあゲストなんかいいよみたいな話になったの覚えてるんですけども、それまでのですね、ゲストの歴史調べてみると、すごいのはもう番組第2回目にしてキョンキョン出てるんですよ。理由は当時のディレクターの永田さんが会いたいからっていう。まあ、俺たちも会いたかったんで、もうすごい嬉しかったんですけど、で、キョンキョンの次がですね、内田ゆきちゃん。内田ゆきちゃん、この番組結構ね、来てくれてるんですよ。ね、そしてですね、XJAPAN のトシさん。まだ目が潤んでない頃のですよ。いや、ここで奥さんが見届けてない時のトシさんが来て、ニックネームがトシだった頃ですよ。
ね、ニックネームが化け物アゴ男とかじゃない頃のトシさんが来てくれたんですよね。あと山本修さんにちょっと借りがあって、山本修さんの番組に出るって約束してまだ出てないですね。山本修さんと同じ日にですね、毒マムシさん出てますね。それからですね、結構出てくれてバカルディね。それからほら、ジュディアンドマリーのユキさんと結婚した真心ブラザース、まあ、真心ブラザースが結婚しちゃうと、まあ、重婚になっちゃうんですけれども、ね、一切タフ性ではない限りはブラザースでは結婚できないんですけれどもね。それからですね、すごいよ、真心ブラザースとかこの辺押さえておきながら杉下茂を押さえてるからね、フォークボールの神様ね、出てもらいましたね。電気グルーヴ、松本ハウスね、上原さくら、広末涼子出てるよな。それとですね、三井由里さん、三井由里さんが出てくれたのが今から多分ね4年前か3年前ぐらいなんだけど、年齢的には6年前っていう、すごい番組始まってないんですけどね、年齢的には6年前が出てもらいましたね。あと未だに伝説になっているシガニー・ウィーバーシガニー・ウィーバーが本当に出たんですよ。本当に出て、本物が出たんですけど、出た経緯っていうのが、今だから明かせる経緯っていうのは、当時これディレクターの池田、今ニューヨークでこの放送聞いてると思いますよ、ニューヨークの支局で。池田ディレクターが、に俺が、外国人のゲストを呼びたいみたいな話して、で、できれば大物がいいって言って、したら、じゃあとりあえず電話してみようって言うんで、シガニー・ウィーバーの、シガニー・ウィーバーを当時呼んでた映画会社に電話をして、その映画会社に池田ディレクターの友達がいたんですよ。で、その友達が、その月で会社を辞めるかなんかのどさくさで最後っぺタツトリがボンボチからうんこをプリ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 ね、シガニーにしちゃ迷惑な話ですけども、それでシガニーウィーバー来たのね、すごいね、覚えてますよね。あと意外なテープ探してたら意外だったのは、ジャニーズジュニアが一回出てるんですよ。で、なんか、ジャニーズジュニアに新メンバーつって、俺が、なんだっけ、中曽根角栄くんっていう役で一緒にこう、撮ってるんです。その中の一人が、現在、嵐の桜井くん。しかもその通り、ノーマークの桜井くんは、普通に歩いて TBS に来てましたからね。一人で、しかも、誰か他の子をお願いしてたんですよ。したらその子が、もう今いなくなっちゃったような子だよ。ね。で、その子が来れないんで、代わりに、代打みたいなもんですよ。二岡を頼んでたら、長池が来たみたいな感じで来たんですよ。その桜井くんは。長池化けたね。嵐ですよ。あと漫画家の藤子不二雄 A、ね、それからあとゲームの、もう、飯野健二さんが、ソバージュをさわさわなびかせながら来ましたね。アドちゃんも無駄な使い方したな。アドちゃんは、スタジオのガラスにリボンシトロンの猫を描いてもらうという仕事で、ラジオなのに描いてもらうっていう仕事で、男子師匠ね、男子師匠の第一声が、事務所から伊集院静香と対談するってから来たんだよ。誰だお前これが第一声でしたね。あと深田恭子さんがですね、完全に私に対して心を閉ざしたのもこの番組でしたね。ですね、木曜日にですね、ホリプロ40周年記念パーティーとに出まして、その会場に深田さんがいたんですけれども、目は合わせてもらえませんでした。何ファンの子みたいな、完全なすれ違いっていうことになっておりましたんで、大変ですね、これはまたね。そういうことでですね、まあ、ざっと紹介したんで漏れてる方もいっぱいいるんですけれども、まあ、自画自賛するわけじゃないですけれども、バラエティに飛んでますよ。例えば音楽系の番組で音楽のゲストがいっぱい来てますよとか、例えば演芸系の番組で演芸のゲストがいっぱい来てますよとか、そういうことってあるじゃないですか。この番組は端から端まで来てますからね。で、そのバラエティに飛んでる人の中から、まずはですね、シャロン・ストーンさんが来た時の、シャロン・ストーンさんが来たのはですね、98年の4月の20日、スター愛用品プレゼントスペシャルの時にですね、もう女性ゲストの中でも豪華な人ですわ。聞いてみましょう。シャロン・ストーンさん、こんな登場の仕方です。シャロンストーンよ。今日は私がいつも女優の仕事で髪を痛めたりして落ち込んだ時に読んでいる本をプレゼントします。これです。阿部常治先生の
天下御免の13人、当選した人は大事にしてくださいね。それじゃあ See you next time。あのね、女優の仕事は意外に喉を痛めたみたい。あのいつもほら俺たちはだいたい映画っていうのは吹き替え版で見てますから、あの本当のシャロンの声を割と知らないみたいなところがあるんで、まあシャロンはああいう声なんですけど、なぜかね、あのね、シャロンストーンがね、安倍女優さんの本を絶賛しててね、で中でもね、瀬能カッパと対談したことがものすごい。安倍女医さんが、その自分の読んでる安倍女医さんの本の中で、安倍女医さんが瀬能カッパと対談したってことをぜひお知らせしたいみたいな感じになってて、多分リスナー層は瀬能カッパ知らねえと思うみたいのは喉まで出かけて消えたのをよく覚えてますけどね。まあ、あのこのコーナーはですね、あの豪華女性ゲストをですね、どんどん紹介していこうってことで、縁組もよく来てくれたよな。縁組がね、多分一番最初に来たのはですね、98年の4月の13日ということで、縁組ちゃんこんな可愛い登場の仕方をしてくれました。ということでお待ちかね、今夜のゲストは縁組ちゃんです。縁組です。いやー、縁組はいつも元気がいいね。はい、縁組です。縁組って言っても縁こ詰めて組長にわびれるの略じゃないのよ。余計なことは言わないでいいんだよ。遠藤組子です。さて、早速そんな縁組に質問なんだけど、縁組ちゃんは何歳になったのかな。20歳です。20歳になったんだ。まあ20歳になって若い頃と変わったところってあるかな。そうだな、若い頃はやんちゃの一言で片付けられたことも、最近はやべえ橋俺は渡ってたんだななんて思うようになったな。そんな縁組です。そうなんだ。縁組はあのお休みの日とか何をやってんの。ショッピングかな。この間も渋谷で超かわいいぬいぐるみ見つけて衝動買いしちゃった。あ、もしかしてそれって今抱いてるのがそうなのかな。ピンポーン、熊の熊吉くんです。最後の質問になるんだけど、今縁組が一番欲しいものって何。小説の本なんですけど、大好きな安倍常治先生の書いた本で、天下御免の13人、これは安倍常治の交友録です。若い方たちが読んでもきっと面白いと思うよ。すごいメンバーなんだ。橋本龍太郎から和田アッコさんに至るまで、あ、瀬能カッパも出てきます。どうぞ読んでください。店頭にもう置いてあります。これが欲しいんです。縁組でーす。縁組ちゃん、あのね、勝手に告知とか喋ったらダメなんだよね。うるせえ、最後に俺の曲かけろ。じゃあな。縁組で好きなら好き。縁組ちゃんも当時ね、瀬能カッパのとこすんごい良かったっつってもう絶賛だったんですけれどもね、偶然だね。だからやっぱり美人の読む本なんじゃない、あの天下御免の13人は。だから綺麗になりたい人はね、必見ですよ。でどのページが一番必見かっていうと、瀬能カッパの出てるところなんですよ。ここは見た方がもう絶対、今も本屋さんにもちろん置いてますからね。さあ、そしてですね、豪華、ね、女性ゲスト特集ビッグ3、3人目はですね、千葉県のですね、あきさんからいただきました。私がもう一度聞きたいのは何年とかはわからないんですが、内田有紀さんが自ら出演した内田有紀物語というラジオドラマです。そうなんですよ。本人のそのなんていうのかな、スターになるまでのこう道のりみたいのをドラマにした時に自ら出演してくれたということで、96年の10月21日放送です。ドラマ内田有紀物語です。これより TBS 制作ラジオドラマスペシャル内田有紀物語の制作発表記者会見を始めさせていただきます。まずはこのドラマのモデルになりました
歌に演技に CM に大活躍中の内田有紀さんです。どうもご紹介に預かりました内田有紀です。あの有紀さん、今のお気持ちを聞かせてください。自分のことがラジオドラマになるなんて、なんか照れくさいような嬉しいような、でもやっぱり嬉しい気持ちが一番強いかな。今回のドラマは内田有紀さん自身の物語なわけですが、やっぱり有紀さん自身も何らかの形で出演なさるんですか？はい、自分と共演するのはなんか不思議な感じがしますけど、せっかくの機会ですから。それで肝心の主役の内田有紀役、これは、その件につきましては、私プロデューサーの永田から申し上げます。今をときめくスーパーアイドル内田有紀のデビュー前という大変難しい役どころでございますから、厳選に厳選を重ねまして、この方に決定しました。これはすごい、目立ってきた。本当にこの写真の方が主役をやるんですか？はい、すでにご本人にも事務所の方にも快諾を得ております。TBS ラジオドラマスペシャル内田有紀物語。この物語はアイドルを夢見る一人の少女が苦しいレッスンに耐え、夢への階段を一歩一歩上り詰めていくまでの芸能界サクセスストーリーである。愛は奇跡を信じる力よ。バーニングプロダクションにスカウトされ、アイドルへの扉を開いた少女内田有紀。しかしその道は険しく、今日も厳しいダンスのレッスンが行われていた。もっとしなやかに、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォー。もっと大きく胸を張って。内田さん、もう疲れちゃったの？そんなんでいつまで経ってもデビューできないわよ。もう、それじゃあね、私は次のレッスンに行きますからね。しばらく教室に残って一人でお稽古してらっしゃい。ああ、いつもいつも怒られてばっかり。その上ちっとも上手くならないし、こんなんじゃなかったのにな。友達は今頃青春真っ只中って感じなのに、なんで私だけ毎日毎日レッスンレッスン、雪しょんぼり。おい、うちだ。何をサボってるんだ。ダンスのレッスンはどうした？マネージャー、私もうダメなんです。最初から才能なんてないんです。いつもドジばっかりで。バカ！マネージャー、お前うちの事務所に初めて来た時なんて言ったか覚えてるか？なんて言ったか今ここで言ってみろ。小泉京子さんや。もっと大きな声で言え。先輩の小泉京子さんや中山美穂さんみたいな誰からも愛されるアイドルになりたいのです。そうだろう、確かにそう言ったはずだ。だったらへこたれるんじゃない。うちだ、お前の取り柄は何だ？取り柄って言われても。またそんな顔をする。お前の取り柄は明るくて元気なとこだろう。俺をな、テレビ局の偉いさんだと思って自己紹介してみろ。バーニングプロダクションに入った内田有紀です。もっと元気に。今度バーニングプロダクションに入った内田有紀です。もっと明るくできるだろう。内田有紀です。もっと可愛く。今度バーニングプロダクションに入った内田有紀です。よろしくお願いします。よし、その調子だ。もう一回。
内田ゆきです。趣味はお菓子作りとアクセサリー集めです。もう一回言ってみろ。内田ゆきです。もう一回。内田ゆきです。もう一回。内田ゆきです。よし、もう一回。内田ゆきです。よし、もう一回。内田ゆきです。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 もう一回。ゆきの伝説の千本自己紹介をさせるマネージャーの気持ちが痛いほどよくわかった。今にも潰れてしまいそうな私をこうして励ましてくれているのだと。ゆき、お前には明日がある。希望に満ちた明日が。負けるな内田ゆき、頑張れ内田ゆき。内田ゆきです。もう一回。内田ゆきです。もう一回。内田ゆきです。もう一回。内田ゆき。もう一回。こら、この脚本は俺を舐めてんのか。ほんとら。TBS ラジオドラマスペシャル、内田ゆき物語。声の出演、内田ゆき、伊集院光、阿部丈二。ナレーションは宮川勝でお送りしました。いや、あのね、確か今のドラマにちょっと阿部丈二さん出てたじゃないですか。それ以外は出てないんですけども阿部丈二さんが出演 OK してくれた理由っていうのが、当時そのディレクタープロデューサーの永田さんのおじいちゃんっていうのがすっごい有名な人で、昔大映画っていう映画会社にいて、それこそ今のマリーンズの前身の東京オリオンズとか大米オリオンズのオーナーだったおじいちゃんがいて、そのおじいちゃんに阿部丈二さんがすごい借りがあると。俺の永田さんのおじいさんには借りがあるからつって何でもやってくれたんだけど、いまだにここまでやってくれる借りがなんだかわかんねえっていうディレクターの田村なんか俺はいけねえみたいな顔してますもんね。最近出てもらってないんで、またやってもらうん で、そういう時はディレクターが安倍さんの事務所にマイク一本持ってて、よろしく、この脚本やれみたいな、そういうことだから、失礼がないように天下御免の13人を一応読んどいて、どのページ読んどくか分かってんね。背のカッパのページこれ一番重要だから、それだけ読んどくないといけないんでさあ、もうそろそろ伊集院光来るんでしょうか。一回 CM です。番組開始5周年記念プログラム、伊集院光深夜のバカ力から珍プレー、ボンプレー&渋垣隊ベストヒット。番組開始5周年記念プログラム、伊集院光る深夜のバカ力から珍プレー、ボンプレー&渋垣隊ベストヒット。伊集院光る深夜のバカ力から番組開始5周年記念特別プログラム、珍プレー、ボンプレー&渋垣隊ベストヒッツ、お楽しみいただいてますでしょうか。 TBS アナウンサーの鈴木純です。この番組をお聞きいただいているということは、現時点で伊集院君は何らかの事情により TBS ニューヨーク支局に到着していないということで、せっかくの生放送用の国際回線も無駄になってしまっているというわけですね。それではあまりにももったいないので、ここで30秒ほど今現在のニューヨークの雑踏の音をお聞きいただきましょう。何のことないニューヨークの街並みの音でした。引き続き珍プレー、ボンプレー&渋垣隊ベストヒッツでお楽しみください。ジュンさんはさ、勝手に予測でさ、何のことないって言ってるけどさ、分かんねえよ。だって今の30秒は本当に生で支局の回線から音をもらうことになってるんで、乾いた銃声と後世渡辺くんの断末魔みたいなキーッタンタン、はあ
んじゅうが当たると痛いって熱いみたいなの声が熱い熱ぐらいまで乗ってるかもしれないし、あとニューヨークですから本来だったらイメージとすると俺の予想では車とかが走ってる音とか、確かその何ニューヨークのスタジオは4階地上4階らしいんで4階の窓ぐらいから音を取る予定だと言ってましたんで、こうちょっとしたアメリカンポリスのパトカーみたいなファンファンファンとか聞こえば最高ぐらいじゃないですか。意外に通りすがりの久保田利伸がシャウエッセンをパッキンパッキン割ってる音とかが入ってる可能性だってありますからね。俺まだ来てないんだろうかなあ、まあ、不安になっちゃダメ、全力投球、まずは全力で行こう。ね。で、いろいろ企画あった中からですね、またちょっと、リクエスト行きたいと思うんですが、俺マジで、リクエストをされて、初めて思い出して、で、一応聞いてみて、あ、こんなんやったんだと思ったのが、先週もちょっと喋りましたけども、ウィークリーブックメーカーからですね、ペンネーム、高田文子アット家、ね。アップスウィークリーブックメーカーのウルトラマンショーの結果はの回で登場した、いろんなキャラクターが面白かった。同じくですね、こちらはですね、ペンネームたけしさんがですね、ウルトラマンショーのネタが面白かった、要するに今週末に行われるウルトラマンショーはどういう風になるのか予想してくださいって言って来たハガキを元に結果をこうテープにするみたいなコーナーだったんですけども、ウルトラマンショーこんなことになってましたよ。してもらわなきゃ。会場のみんなで力を合わせてウルトラマンティガを呼ぼう。せーの、ウルトラ。どうしたの、ちびっこのみんなと雨が降ってるんで仕方なくここにいる珍妙な匂いのするみんな。ウルトラマンを呼ばなきゃ。しないとケロヤマくんがバルさんのハサミで真っ二つよ。ウルトラマン呼ばなきゃ。やだ。何言ってんのよクソガキ、手が呼べよ。やだ。じゃあ太郎にする。やだ。セブン。やだ。エース。それともレオ、ジャック、父、母。やだやだやだ。あんたそんなこと言ったってあとはバルタン星人しかいないのよ。バルタン呼んでバルタン同士戦わせたって餌不足のザリガニ同士みたいで面白くないわよ。それでもバルタン呼ぶの？うん、僕モコス将軍に会いたい。何言ってんのよ、これはウルトラマンショーなのよ。第一モコス将軍って何よ。いいから呼べよウルトラマン。呼ばないと脊髄折るよ。うわー、お姉さんがいじめるよ。モコス将軍助けて。モッコス将軍！そんなのいないわよ。あら？右手で棒をあまにぎり、それでも力いっぱいスウィング、スポット飛んでくその棒が豪快に一回悪を打つ。今日もまたがる雨降らし、いたずら半分いじったらビフォービフォー垂れ踏む。モッコス将軍、モッコス将軍、ただいま見参。ちょっとあなた何ですか。問答無用、乱れラスク。ケロヤマくんの右足が、失敗は成功のもと、毛筆ビーム。自慢のカエデルヒゲがブリコポンズ。大変、このままじゃ皆殺しのバラードよ。みんなでウルトラマンを呼びましょう。せーの。やだ。じゃあどうすんの。ペロキュー天
のいるわけない。ワチューペロキューペロキュー、僕はティーチャー、ペロキューペロキュー、プリント自習、女子寮の門で張り込んで、デカパイ娘に飛びかかる。 My life is in a serious mess. My name is Gunner, sentimental stress. Whatever you love, but I know it now. I wanna give her my heart, but how, how? いわゆるペロキュー。ペロキュー先生、ただいま参上。あんた一体。はい、静かに静かにしてください。小田原ボンバー。シスコーンボックス。こうなったらドクターデノール、シシリアンマフィアに雇われて、悪魔の力身につけた。今日も夕日はメコンに沈み、ドクターデノール、うっとしいからドマで寝ろ。せーの、アナハイムガールズ。アナハイムで13番、サワボー隊長、メッキュさん、もう安心だ。さあ、このポーズを見たら何が出るかもうわかるよね。そう、爆発落ち光線。デュアじゃねえだろ。もうお腹いっぱいだよ、もうなんかこの頃のなんかあれ、脂が乗りすぎて胃に悪いっていう感じですけどね。もう一応ね、番組開始から1時間近く経ってるんですけど、もう来るだろ。わかんないけど、何が、あの、俺の中での基準かわかんないけど、もう伊集院もさすがに来るだろ。だって入国云々とか、でもマジで渋滞なんだよね。渋滞だって、もう渋滞っつったってもう来んだろ。じゃあもう賭けに出ねえか。もうこれでテープ作るのやめようや。ほんでもう大丈夫だって。あ、だどうしてものために、あの後半にあれだけ、あのさだまさしの親父の一番長いだけ用意しといて、でなんかダメなら、もうあとは親父の一番長いだってもう来るもん。だってもしこれでも今だって、今現在来てないと思えないもん。もし来てないとしたら、ワタミにいるよ。ニューヨークで待っても無駄だって、このアクセントは。だからニューヨークマジででもありえんのか、これぐらいって。飛行機がまず遅れるあるもんね。飛行機、まるまる2時間遅れるってあるもんな。ないんじゃない、かけねえか、かけねえか。かけ、もうこの時点でもう流れてないってかけもあるよ。これでもうほら、これで。やっぱ消しといて、やっぱ消しといて、今のは消しといて、危ねえから。一回 CM。番組開始5周年記念プログラム、伊集院光る深夜のバカ力から珍プレーボンプレー渋垣隊ベストヒット。大丈夫だって、このまま親父の一番長い日だけ用意しとけば、なんでもそんな心配しようかな。もうついてるって言ってんじゃん。もういいから、企画とか。いや、分かった。だから、あの、もう、これが、あの、月曜日の夜中に流れてるっていう考え方も捨てようよ。ね？
視聴会のためにってんなら、まあ、あの、企画は続けてもいいですよ。一応ね、先週まで言った通りですね、このテープがオンエアされなかったら、要は、その1時にニューヨークに着いて、番組をやっていたら、このテープをお蔵入りするのはもったいないから、後日視聴会をやろうって話をしたじゃないですか。視聴会のためにじゃあ続けますよ。ね。だからファックス呼び込みなんかしなくていいんですけれども、とりあえず、何か嫌な胸騒ぎもするし、ね、ファックス今募集中です。ね、まあ、基本的にもうこの時間になっちゃったらもう伊集院光に対するメッセージですよね。そのメッセージがもしかしたら追悼特番で読まれる可能性まだちょっと残ってますから、ほら、JFK からニューヨークに向かう途中に、スピンしてる可能性がある、俺の乗ったリムジンがスピンしてる可能性があるんで、そのためのね、一応皆さんの追悼のメッセージとか一応受け付けておきますんで、東京 03-5562-9540、 東京 03-5562-9540、 大穴としてはこのファックスが届く TBS のこうファックスの受信機の前にいる可能性ありますけどね松江君と一緒に座ってる可能性もありますけれどもね、大丈夫でしょう。まあ、ファックスの中でですね、面白いものとかですね、伊集院光に読ませたいものをね、松江くんが判断して、ニューヨークの方に転送するようになってますけれども、もし俺が、結局、成田でつまずいてニューヨーク行ってないって時には、そのファックスは逆輸入されて戻ってきますから、スタッフがニューヨークでまとめてまた東京に持ってくるっていう、これ大変プレミア付きのファックスになりますんで、どんどん送ってもらいたいと思います。ね。ほんじゃですね、続いてはですね、チンプレボンプレッシュはですね、この辺いきますかね。まあ、いっぱい、リクエストあったんですが、埼玉県のペンネーム大村彩子さん他で、嘘ニュースを全部流してほしい。特に97年夏のドキ丸ごと背広は、私の、この番組を聞くきっかけになった回なので、ということで、嘘ニュース系はね、探してみるとですね、相当数珍奇なニュースをですね、特に鈴木純アナウンサー、女性だとですね、小島アナウンサーあたりに読んでもらってるんで、まずはですね、数ある全部30本近くあります嘘ニュースの中からですね、鈴木純アナウンサーに読んでもらったものを抜粋でお送りします。昨夜アメリカの人気俳優ロバート・デ・ニーロ風の男が3年ぶりに来日しました。このデ・ニーロ風の男はごく近い親戚からのみ口元がデニーロっぽいねと言われる程度のデニーロで、本人はデニーロにさほど興味はなく、今回の来日の目的も自社製品のピーナッツバターの納品とのこと。たまたま成田空港に居合わせた報道陣も全く見向きもせず、デニーロ風の男は京成電車に乗って夜の街に消え去りました。これといった取り柄のないことで有名な青森県ベビースター村で行われた村民投票で、ちょっとしたハプニングが起こりました。この村民投票は今年から行われる村おこしの内容を決定するもので、大方の予想では14日間にわたり不眠不休で世界一の大きさのパエリアを作るお祭り、パエッテパエッテ2週間の開催が有力でしたが、開票直前となった今朝方、たまたま投票箱の管理をしていた遺伝子操作により人間 30% ヤギ 70% の大倉さんが誤って大半の投票用紙をむしゃむしゃ言ってしまい、村役場は一時大混乱に陥りました。結局午後になり、大倉さんの食べ残した2票を開票したところ、いずれも浅野敦子と書かれており、村民は慣れない浅野敦子に戸惑いを隠せない模様です。この件に対しベビースター村村長ペケロ後藤さんは、浅野に関しては全力で取り組むつもりだ、先走って作ってしまった直径8メートルのパエリア鍋は様子を見てうやむやにしたいと、今更の感が否めないワンレンを書き上げながら、振って湧いたグッドアイデアに意欲を燃やしていました。なおベビースター村では9月に村民全員詐称妙子祭りを開催する予定です。バカじゃねえの。チェス、オセロとコンピューターが人間を破る中、今度はブスにあだ名をつける分野でもコンピューターが勝ち名乗りを上げました。対局はマサチューセッツで行われ、4対4で迎えた9回の裏、ゴンドラで降りてきた福島鈴子さんに、世界チャンピオンの北川健二さんがつけたあだ名は悪ふざけ、対するコンピューターのつけたあだ名は雑魚場、北川さんは敗退しました。試合後のインタビューに北川さんは、負け惜しみではないが、彼女を見てすぐに雑魚場は浮かんだ、しかしこちらをじーっと見ながら身振り手振りを駆使して
広末広末と繰り返す福島さんについ情が入ってしまったと残念そうに答え、会場を後にしました。一方、見事勝利を収めたスーパーコンピューターは大学の研究室に運ばれる途中、何者かに破壊され、ボディに大きくマジで恋する5秒前と紫のペンキで書かれていたことから、 FBI が有無を言わさずザコバを蹴りました。今日午後2時前、都内のビル建設現場から戦時中の不発弾と思われる物体が出土したという通報を受け、爆発物処理班が出動する騒ぎがありましたが、調査の結果、建設作業員の駒崎光雄さんであることが分かり、お昼のひとときに降って湧いた爆発物騒ぎは鎮静化しました。我々の取材に対して駒崎さんは、昼寝をしているうちに弾みで変形スイッチを押してしまったらしい、モグラタンクに変形できる能力を買ってくれていた親方に迷惑がかかってしまって罰が悪い、お騒がせしてすみませんでしたと頭をかきながらホバークラフトに変形しつつありました。今回の騒動で付近の住民から、未来ロボを雇うのは非常識、かっこいいけどとの苦情が湧き上がりかけましたが、駒崎さんの膝のお皿がパカッと開いてガトリングガンが顔を出すのを見て一目散に退散しました。色褪せないね。唯一色褪せたのは、まあ佐生太鼓っていう言葉がかなり色褪せていたもののこの数年で浅野敦子がより面白くなっていたものの、なんですかね、鈴木節はね、おひげ節健在っていう感じで、ずいぶんね、いろんなアナウンサーさんに読んでもらったんですけども、まあ、嘘ニュースに関してはね、特に男子部門は淳さんは絶品ですね。何がきっかけだったのかは覚えてないんですけれどもねまたなんで最初引き受けてくれたのかもわからないしね、いまだに引き受けてくれる理由もある意味わからないんですけどももうなんていうかな、誠実になったから、もし今断ったら、てめえ今まで読んできた嘘ニュースを表面化させるぞみたいなところちょっとありますけれどもね、すごいのが、いつも嘘ニュース系とか撮ってもらうときには本当のニュースの森の番組が終わった直後とかなんですよどういう構造なんだ、普通服だろ。で、大体パッと渡して目でガーってこう追って撮って一発 OK なんですよ。吹いたの見たことないもんね。ロボットだよあいつ何かロボットにしてはなんか不思議なフォルムですけどもね、ある意味ね、さあ、僕はですね、なんとかな、まあ、男では淳さんで、女性ではまあダントツで、このバカニュース前のはですね、小島アナということで、小島アナもですね、名作4個ぐらい酔っていましたんで、いきましょう。嘘ニュースバカニュースの、小島アナ編です。1日1回うろ覚えの服部くんのイラストを描くだけで高収入がの歌い文句で、主婦や総理大臣を誘い、およそ13億枚の服部くんのイラストを騙し取っていたグループが摘発されました。このグループは世界うろ覚えの服部くんのイラストコレクション財団アジア支部を名乗り、今本部のあるカンザスシティではうろ覚えの服部くんが高騰していて、いくらあっても足りないくらいだ、渦巻きが逆でもいいから殴り書いてほしいなどと、言葉巧みにフェルトペンを握らせ、手当たり次第に書かせていた疑いが持たれています。騙し取られた服部くんの中には、本来渦巻きのあるべきところにそばかすが書かれているケム巻きくんと混同したと思われるものや、かろうじて服部くんらしき頭巾の男から吹き出しが出ていてバケラッタと書かれているものなど、希少価値の高いものも含まれており、目下警察が作品の行方を全力で捜索していますが、すべて私の実家に。先日、小学校の空き教室などを使ってけん玉やお手玉など懐かしい遊びを子どもたちに教えることで触れ合いの場を持つ老人会の話題を紹介したところ、それとは対照的な子どもたちにワイカを吹き込み大喜びというアナーキーなクソジジイの話が飛び込んできました。ジジイの手口は、みんなの知らないポケモンのテーマソングを教えてやろうと言って子どもたちの興味を引き、祭りの夜は無法地帯じゃ、誰が4倍の一番乗りか、俺が絶対一等賞かと思ったら、はあ思ったら、布団の中にはうちのとっちゃんおったげな、ピカチュウピカチュウという最後の部分に人気のポケモンの名前を取って付けただけのエロ小歌を吹き込むという陰険なもので、
子供たちの親からの、最近うちの子供がポケモンスタジアムをしながら東北地方の漁村に伝わる色歌を歌っているという相談を受けた教育委員会が調査した時には、ジジイ手作りのどこからどう見ても男性器そのものの嘘ポケモンカードを子供たちの9割が所持しているというありさまで、事態の収拾には時間がかかりそうです。北の酒場通りには長い髪の女が似合うとされていますが、実際はそうでもないことが分かりました。この学説は北海道みそ工音大学の吉川研究チームが行った実験に基づくもので、長い髪の女性、短い髪の女性、ビーフエキスをつけた女性の3人を北の酒場通りに放置、どの女性に多くの野犬が群がるかで似合う女を調べるという実験をした結果、80頭余りの野犬がビーフエキスをつけた女に集中、北の酒場通りにはビーフエキスをつけた女が似合うことが証明されました。この結果に北の酒場の経営者から、髪の長い女性にビーフエキスをつけたケースもぜひ試してほしいとの要望が出ており、研究室ではこの要望に応え、早速長い髪にビーフエキスをかけた場合と、ちょっとお人よしに骨っこをぶら下げた場合と、くどかれ上手に鶏ガラを乗せた場合の3種類の実験を行うことを決定しました。30年以上にわたって区民のくだらない疑問をへりくつと言葉のレトリックで打っちゃってきたどうでもいい疑問相談窓口が、長い歴史に幕を閉じることになりました。昭和39年の初め、区役所に毎日のように現れては、どうしてコーラはコーラって言うの?という質問を繰り返す少年に嫌気がさした区役所職員が、使えない後輩を専属の相談員としてあてがったのを始まりに、30年間、象はどうして象なの?アメリカは辛いの?甘いの?巨乳って辛い?など少年の相手をしてきましたが、相談員が定年、少年が40歳を迎えることもあり、明日来たらぶん殴ってやることでゲームオーバーにすることを決定しました。事実上の最後の相談となった今日の疑問は、味がしない飴を作るには何を入れればいいの?で、対する答えはエアーの一言でした。なお、この窓口の運営に毎年7000万円の区の予算が割かれていたこともあり、反対する区民は一人だけでした。この手の嘘ニュースについてはですね、番組開始から半年経った96年の4月に、現役のアナウンサーというものはどれだけこう初見で原稿が読めるのかっていう、いきなり渡されたその原稿、ニュースの原稿をパッと読めるのかっていう実験で、最初に、淳さんが、鈴木淳アナウンサーがチャレンジしてるんですね。でいて、こういう、大義名分のもと、今度は97年の8月にですね、さらに過酷な条件として、原稿を読んでる途中にスタジオに、鳩を十何匹放したら、さすがの淳さんも、原稿を噛むのか、とかですね、風俗嬢のお姉ちゃんを呼んで、原稿を読んでる途中に、おっぱいを、鈴木純アナの頭の上にこうやってミッキーマウス状に乗せたらね、噛むのかとかいう実験をやって全く噛んでないんですよ。で、その後にですね、もう99年あたりはですね、別に理由はなく読ませてます。別になんか実験とかじゃなくて、あれ読んでくれっていう状況に、なってるということだけ一応伝えておきます。おにゃこれ曲いくんですが、曲もまたリクエストで、ですね、本名 OK 鈴木純平ほか、名珍場面のリクエストですが、栄冠は君に輝くをリクエストします。歌詞も良かったけれども、大学の応援団なども、これ応援団じゃないです、大学の合唱部なんですけどね、出演してかなり豪華なものが良かったと思います。これもね、一番最初は俺がただ単に栄冠は君に輝くの歌詞に合わせてバカ歌をただ歌ってただけなんですけども、途中からゴージャスな方がいいってことになって、合唱部の人しか聞いてないかなって言ったら、最初早稲田かどっかの合唱部が来て、早稲田が出んならうちは負けたくないとかで明治が来て、なんかある意味合唱部の甲子園みたいなことにだんだんなっていったの覚えてますけどね。そのですね、栄冠は君にはですね、98年の5月25日、最終回総決算ということで、100人の合唱部員を集めて歌ったものが出てきましたので聞いてください。
もうね、TBS 会館かなんか借りたんですよ、これ。会館にもう溢れんばかりの、各大学のグリークラブでさ、で、各大学にさ、ゲップみたいな声の人いるのな、なんかな。それで、俺、なんてパートか知んねえけど、ゲップの人同士で、ボーエーボーエーっていう人、声の人同士で、犬じゃないからとか、ああいうのを練習してんのが、俺今もすっげえ面白かったの覚えてるんですけどね。また何かあったら、ぜひ協力してください。立派な人になってると思いますけどね、もうね。俺、ちょっと思ったんですよ。今これが流れてる間、一応こう東京の TBS のスタジオには、まあその何かあった時の管理をするためにディレクターの田村がいて、でそのスタジオの表のファックスの受信機の前にはアルバイト見習いの松上くんが泣きながら座ってるわけじゃないですか。なんだかわかんないんだけど怖くなっちゃったらしくて、多分泣いてると思うんですよ。でいて、片や TBS のニューヨーク支局の方には先に行っている構成の渡辺、それから AD の柳沢が俺の持ってるヤンマがお待ってるじゃないですか。それとあと前のディレクターの池田がもうニューヨークに住んでて、で今回はニューヨークの方のディレクターとして待ってるわけじゃないですかね。でいて、おそらく柳沢渡辺は開示を待ってるから早く伊集院来いと思ってると思うんですよ。でいて、東京にいる、田村ディレクターはもうめんどくせえから早く向こうに渡してるわけですよ。だからもうとっとと伊集院は行ってほしいわけじゃないですか。でいて、俺だったら早くニューヨーク行きたいと思って、今どこにいるか知んねえけど思ってる状況じゃないですか。っていうことは、なんか道間違えてフィンランドとかでものすげえ歯が良くなってる可能性とかもありますけど、でもたとえね、フィンランドはいいとこですけど、ニューヨーク行かなきゃっていう責任感ぐらいは持ってると思うんですよね。だけどディレクターの池田だけはどう思ってるか分かりませんよね。だって今回一応ね、いろんなコーディネートとかもディレクターの池田がやってるわけなんですけども、もう池田は途中で結構もう飛行機の料金とかギってますから、それでもういいんですよ。用が細いがもう結構小銭はポケット入ってるはずなんですよ。そう考えるとディレクターの池田の祈りがないのはやっぱいけないと思うんですよ。ディレクターの池田も早く伊集院光がニューヨークに着くようにと思うためには、止めてようなテープかけた方がいいわけですよ。でましてリクエストも多かったんで、ここではですね、仙台ディレクターのですね、池田のですね、恥特集ということでですね、ちょっと言ってみて、あ、仙台ディレクターのですね、池田のですね、恥特集、僕の中では松島ディレクターがポツンとなかったことになったのがびっくりしましたね、これね。池田ディレクターの恥特集ということで、ちょっと言ってみたいと思うんですが、まずはですね、98年のですね、6月8日、聴取率調査徹底分析スペシャルの中でですね、池田ディレクターはですね、大変な、ラジオドラマに参加しております。こちらです。スペシャルウィーク。一見華やかに見える一週間のお祭り騒ぎも、舞台裏ではラジオ番組の聴取率調査を目的とした機関であり、一般のリスナーには知る由もないが、この聴取率の低かった番組のスタッフは玉袋をちぎられる。ラジオペンチで。赤坂の TBS ビッグハットビルの裏には、平成10年度4月期の調査までにちぎり取られた袋を祀ったふぐり塚がある。 TBS ラジオ制作局長小桜秀夫は今日もふぐり塚の掃除を欠かさない。小桜は言う。いや、調子率っていうこう見えないモンスターがいるんだけども、このモンスターの爪でちぎり取られた男たちのこのシワ袋っていうのが、実は今の TBS ラジオを作ってんだよね。6月第2週、今
男たちとモンスターの新たなる戦いが始まる。己の才能と玉袋の運命をかけて。いや、局長待ってください。何もディレクター一人が悪いわけじゃないですから、勘弁してください。僕ら構成スタッフの出した企画にも責任があるんじゃないでしょうか。全体の問題ですからね。僕の袋がちぎられちゃう。局長。ならば君たちもちぎるかね。いや、それはディレクターの責任だな、やっぱりな。そうですね、やっぱり。俺のトークも企画も完璧だった。完璧だったっすね。なあ、もう監督が悪かったな、あれはな。それじゃあ、小桜局長、よろしくお願いします。いやあ、ふぐりが、ふぐりが、僕のふぐりが、僕のふぐりが、ふぐりが、ふぐりが、ふぐりが。ああ、夢か。どうしたの、寝汗びっしょりかいて。さっきからふぐりふぐりって。え、なんでもない。なんでもないんだ。ただちょっと嫌な予感がね。変な高尾。バカじゃねえの、今聞いてみると。いや別にね、いいんですよ、ディレクターの、ね、池田がふりがあったのはいいんですけど、あの小桜局長役のおっさん、小桜局長だからね。まあ本物だからね。ならば君らもちぎるかねとかね、言ってもらってますからね。ね、小桜局長いまだに局長ですからね。もうこの曲の未来はもう明るいですよ、もうめちゃくちゃ。これはまあ一応その何、一つの企画ですから。でも結構まあリクエストは来てるんですけども、ペンネーム泉川森尾さん他からですね、2年ぐらい前のスペシャルウィークの番組冒頭で、時報のすぐ後に流れ始めたプロローグのような格好のミニラジオドラマで、スペシャルウィークで聴取率を取りそべた番組のディレクターは、局長がふぐりを切るというような内容のものがありましたねなんて書いてあるんですけど、いただいてるんですけども、これはまあ池田ディレクターの恥の中で言えば、あの男の恥多き人生の中から言えばですよ。ね。中から言えば、まだね、序曲みたいもんですよ。焼きもろこし事件っていう。これ大変なことですよ、はっきり。よく俺は告訴しなかったなって話ですよ。これ池田ディレクターが、ニューヨークに行く直前ぐらいの放送なんですけど、99年の4月の頭ぐらいに、もう池田ディレクターニューヨークに行きましたんで、これ放送が99年3月29日ですから、もうね、また立つ鳥がクソを噴霧してますよ。ボト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 ね。こちらちょっと聞いてください。焼きもろこし事件です。番組ね、のっけからこんなことは言いたくないよ。だけどね、ごめん、仲間に泥棒がいるんだよ。今日僕は結構ハードスケジュールが続いてて、もう家に帰って寝るよりはね、テレビ東京でもうすごい、なんていうのかな、硬い番組やってきたわけですよ。朝からアルテミッシュナイトやって終わって、昼過ぎにじゃあもう昨日もみんなに僕体調不良でね、あんまり企画会議とかできなかったんで、じゃあ昼過ぎからちょっと企画の会議をやったりとか、鈴木純さんに豆知識のね、を読んでもらったりとか、そんなこと立ち会ってたわけですよ。ほんでね、もうこれはカロリーを取らなければ死んでしまう、もう寸前のところまで来てましたよ、はっきり言って。ほいで、TBS の12階に、あんまりタレントは行かないんですけども、売店がありまして、そこでお菓子を自分のお小遣いでお菓子を買いました。確かに分かりにくいです。それはアップスの楽屋にもいつもアップスのお金で買ったお菓子もありますから、その僕のお菓子なのか、それがアップスのお菓子なのか分かりにくいかもしれません。だけどね、焼きもろこしスナックだけは僕のお金で買ったんですよ。でその後ちょっと僕が仮眠を取っている隙に、もう4分の1も残ってないんですよ。封を開けて食べたわけですよ、誰かが。この焼きもろこしスナックは母さんの味がするんですよ、僕の死に別れた。ほいで起き抜けに食べようと思ったら、
蓋は開いてて中はもう、もうこんなの食べたくないよ、俺。蓋を食べかけたもの、これは。もう一回言いますよ。番組予算で買ったんじゃないです。僕のお金で買った焼き物こしスナックが、夢から覚めてみると、食い荒らされていたんですよ。先生は目をつぶります。目をつぶりますから、いや、笑い事じゃないですよ。目をつぶりますから、今から私がどうぞって言ったオープニングテーマをかけてください。放送事故になりますから。オープニングテーマが終わるまでに、きちんとマイクの前で、役職何々のね、例えば構成のライターの渡辺ですと、僕が伊集院さんの焼きもろこしスナックを食べましたと、こういう風に言ってくれれば怒りませんけれども、もしそんなに心の強れた人間がいるのならばね、盗み食いに終わらせようとするのならば、僕はね、もう喋れませんよ。渡辺君の目を見て話してますから、私はね、私は目を見て話してますからね。さあ、それではオープニングテーマかかります。3秒前、2、1、どうぞ。僕が焼きもろこしスナックを食べました。伊集院光の明日、深夜のバカ力。遅れてごめん。着いた。びっくりしたんだよ。エリア51ってところに連れてかれてたんだよ。飛行機に乗ってたら周りに閃光したと思って、気がついたら砂漠のど真ん中ですよ。見て見て、ほら、ほら、頭のところに大きくさ、手術痕があるでしょ、埋められた。しかも目覚まし時計を、普通のやつを、ね、というわけでですね、今伊集院光ですね、ニューヨーク支局の方に来ました。すごいですよ、 TBS ニューヨーク支局って初めて来たんですけれども、なんかね、反省坊みたいなとこですわ。なんか分かりませんけど、悪いことをしたりとか、なんかこう絶対他の人に言っちゃいけない秘密を持った人がなんかね、閉じ込められるような、ね、ある意味物置も兼ねてるね、感じのね、最先端の今スタジオに来てるんですけど、バカ、はっきり言いますよ、俺のせいじゃないですよ。俺こんな遅くなったのが全然俺のせいじゃないですよ。一緒に血のプロデューサーと言ったじゃないですか、あいつ使えねえ。もうね、今ガラスの向こうにいるんですけども、ね、もう聞いてください。だってね、まずね、成田行きました、成田までスムーズ行きました。で、成田まで時間があるんで、一緒にコーヒーを飲んでる時点でものすごいなんか落ち込んでんのよ。で、初めて聞いたのが、俺なんか海外すごい苦手だとか言い出して、で、何にも持ち物を持ってかない予定だったじゃないですか。一応俺の着替えとかそういうのは全部先に構成の渡辺くんとか AD の柳沢くんが持ってってくれて、俺たちもパスポートだけで来る予定じゃないですか。それなんか荷物持ってんですよ。何お前持ってんのさ。いや、龍馬が行くを尊敬する坂本龍馬先生がそばに捨てちゃえよ、そんなのもういいから。さ、もうなんかよくわかんねえ。その後また坂本龍馬の話が、まあ、坂本龍馬マニアですから、坂本龍馬、俺もね、坂本龍馬が死んだ年になったからね、なんてわけわかんねえ話してんだよ。で、でもちょっと小刻みに震えてんですよ、もう。で、中入って、まあきっとその龍馬が行くずっと見てたんでしょうね。でいて、もう飛行機が着くと同時にバーって出なきゃならないから、俺は割とその千代さんのこと気にしないでバーっと出たんですよ。で、出たら一個時間がかかった理由は、入国あるじゃないですか。入国は結構すんなり通ったんですよ。で、その後の荷物のところを俺らはパスしてそのまま出口行くじゃないですか。したら逆にその荷物の管理してる人たちが、お前ニューヨークに来て、ニューヨークっていうのはお前近所のコンビニじゃねえんだぞってことなんですよ。まあ多分英語でそういうニアザコンビニみたいな話してましたよ。それをなんでお前は手ぶらでスキーなんだって話になってるわけですよ。なんか何も持ってないのがどう考えてもおかしいだろうっていうので、ちょっと小競り合って時間かかって、で、俺はそこをとりあえず、それでもとりあえずこれオンリーこれだけだから、そのパスポートの入ったちっちゃな袋だけだからって、オンリーこれだけだって言うんで、一応出てから来なかったよな。多分ニューヨークの地を踏む前にもう一回ね、龍馬が行こう全部読んだんだと思うんだよね。出てこねえ、出てこねえ。もしくは顔がね、
ワシントン条約に多分引っかかった可能性があるんですけど、待てど暮らせどこれがね出てこないんですよ。でもニューヨーク入ったら見知らぬ家に来たミニチュアダックスみたいにもうブル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 って震えてますから、どれぐらい今血のプロデューサーが使えなくなってるかっていうとですね、ピザ取ってこいみたいなそういう役柄に今とうとう格下げになってますけど、どうも今ここね、なんだっけ、 CBS の CBS グループのビルの4階かなんかに入ってるんですよ。4階の物置のところにこうずっと入ってるんですけども、1階にピザが届いたのを取りに行くのが血のプロデューサーの仕事だから、血の P の P はピザの P だから、ピッツァの今 P っつったらピッツァの略ですから、ニューヨークまで旅費かけてきて何やってんだよって今状況に今なってます。あ、忘れてた、構成の渡辺君、ヤンマがカイジ大変なことになってるよ、カイジめちゃくちゃついてないから。あ、柳沢君、あのスピリッツなかったんでスペリオールだけど、そんな嫌な顔すんなよ、パーソナリティが。お前のために雑誌買ってしてんじゃねえかよ、お前よ、今読むなよ、渡辺も今はざわじゃねえんだよ、今読むなよ、後で大変だったんだよ、それ持ってくんのも。まあなんかね、まあその不吉な予感はしててね、すごかった。今日俺ニューヨークの13時間ぐらい飛行機乗ったわけないから、この間が暇じゃないですか。だから大体海外行くときはその前の日を貫徹して24時間ぐらい起きてて、もう飛行機乗ると同時に寝るシステムみたいんで、朝の5時ぐらいに急に何にもしてないのに、俺が普通にも意識朦朧として部屋にいるときにゴボ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 ゴって音がするのよ。なんだろう、さては日頃の俺のいい行いのおかげで養老の滝が湧いたぞな、酒じゃと思って言ったら、そのゴボ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 は俺の家のトイレから聞こえてるんですよ。これ順番どっからなんですか。その前の日に、それ朝5時ね、で3時頃までうちには俺のホリプロのお笑いの後輩の胡蝶蘭っていう2人組の女の子がいて、彼女にうちの飼い犬を預けなきゃいけないんで、彼女に飼い犬を預けてたわけよ。で行って、その3時頃帰った後の2時間後の5時に養老の滝がゴボ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 ゴ、もう上等な酒の匂いですよ。で行って行ったら、もうあの便所からがもうトレビの泉みたいになってるんですよ。次々と出てるんですよ、水がずわーって出てるんですよ。便所詰まってるんですよ、なんか。ほんでさ、かみさんが、かみさんと今日夜ニューヨークで会うことになってるんですけど、かみさんはイギリス経由でニューヨークに来るんでいないんですよ、かみさんも。でいて、家にあるもんって分かんないですわ。とりあえず、服とかですらあるとこ分かんないのに、便所スポイトなんかどこ行くか分かんない。また、後で会ったら聞きたいんだけど、うちの家の物置にはなんであんなにいっぱいクリスマスツリーが入ってんだ開けるとこクリスマスツリーが出てくんだよ。ベースポ出てこねえのに、もうクリスマス何回やれんだよっていうぐらい、でっけえブーツとかそんなのバカでベースポ出てこねえで、しょうがねえから、その、なんその、クソをさ、あの、ハンガーあんじゃんか、あれを3本ぐらいほどいて、こよったやつで、ふにゃろ、こにゃろって言ったら、出るわ、後輩のクソ。後輩のクソを朝掃除して、俺、何時間後にニューヨーク行くんだって。いや、もちろんニューヨーク来てまで話す話し方は別ですよ。後輩のクソがうんぬんかんぬんと別ですけれども、そんなね、ニューヨーク気分にもなれないですよ、そんな。朝から後輩のクソあさってたらそんな、な。一応ファックスいっぱい届いてるんで、ちょっとファックス読んでいきましょうかね。これ多分松上くんが酔って、こっち送ってくれたやつをさらに構成の渡辺くんが酔ってくれてる、ちょっと読んでいきたいと思うんですが、ニューヨーク行って買ってきてほしいこと、あ、すげえ、ペンネーム、マイコの脇さん。朝9時、まだ寝てた私の元に電話がかかってきて、寝ぼけまなこで携帯に出ると、ちょっと私、今空港にいるんだけど、さっきまで私の後ろの席に伊集院光がいたんだよ。今日台湾に行くことになっていた友人からの電話でした。あ、私の後ろの席にっていうことは、いや、そこですよ、やっぱりあのお茶飲んだところですよ。多分その横の席のところに龍馬が行こう一生懸命読んで現実から離れようとしてるワシントン条約で保護された動物がいたとは、それは思うんですけれどもね、それは間違いなく私ですね、あ、空港に着いてるのは間違いない、あ、そういうことですね、そうなんですよ。空港にもちゃんと着いたら定時に出て、飛行機もまあまあ定時に着いたんですけども、その俺についてるハンディキャップが一つあるでしょ、なんていうの、馬のレースとかにさ、あんまり速いやつに上に乗っかってくるじゃんかな、ハンデが。あれで言うと、3トンぐらいのハンデがこう乗っかってるでしょ。で、タイム落ちてるじゃないですか。しかもほら、入り口で、警備のおばさんが怒ってるみたいな状況とかもあって、ちょっと時間かかったんですけどね。他にですね、買ってきてほしいものはですね、ペンネーム、骨付き肉さん。本場のアブフレックス2。
多分ニューヨークだと4ぐらいまで来てると思うんだよね。ニューヨークでも売ってる、こうあのアブレックスってやつ、あ、売ってるみたいですよ。じゃこれ買ってく、日本で買えんじゃん、アブレックスね。それからですね、ペンネームグリーンスタジアム、イラブグッズ、イラブグッズニューヨークまだあんのかな。多分ね、ニューヨークは大嫌いだと思うよ、もはや期待はずでね。それとですね、ペンネーム太陽とシスコーン、エロペン買ってきてって書いたんですけど、エロペンってあれですか、あの逆さまにすると服が全部取れていてエロが見えるやつですか。わかんないんですけど、海外土産ってよく言うと、よくおっさんが必ずエロペン買ってきたじゃないですか。親戚のおじさんが海外行ってたって言うと、うん、健坊はもう大人だからこれ逆さにしてごらんなんて、ちょっとシークレット気味教えてくれたし、逆さにするとうわーと思ったもんだけど、あれさ、俺もうさ7、8回ニューヨーク来てるけど、どこで売ってんのあれ、売ってる店がわかんねえっつうの。俺の想像する、子供の頃想像してたニューヨークは、もうエロペン屋っていうのがちゃんとあって、もうさまざまなエロペンが、いろんなギミックのいろんなギミックのエロペンがあるもんだと思ったらねえんだよね。あとはですね、他はですね、東京都八王子、ベネマゲマゲさん、バーにくねくね絡むシリコンさんを撮った写真を絵はがきにしてプレゼントそこは俺は行きつけのとこ一軒あるんですよ、行けますね。そうですね、あとはですね、ペンネームロッドマン内田、ニューヨークヤンキースの1番2番3番ね、屋敷加藤高木豊のサインボードが欲しいっていうことなんで、あ、今盛り上がってるみたいよ。だからほら、日本だとさ、あの佐々木がって言ってるけど、こっちだとうまくいけばニューヨークメッツ対ニューヨークヤンキースのワールドシリーズがある可能性があるっていうんで、もうニューヨークは大騒ぎらしいですわ。でそんな中ですね、渡辺君が選んでくれた、ファックス、これ要するにこれが1位ってことですね。今回のファックスの中の1位っていうのですね、ありますんで、読みましょう。ペンネーム不思議な差し入れ OZ さんですね。伊集院光さんへ、チェリーコーク買ってこい今、違う違う違う、これおかしいでしょ、だってちょっと待って、ちょっと待って、今って今今ここ出ていやいや、うわ、今ムカつく、一日早く来ただけなのに、構成渡辺がハリーっていう口の感じ、ハリーハリーなの俺今急げじゃなくて、ハリーハリーなの今、行くの一人で、これドルないよ、ドルドル、いいよそんなくれなくていいよ、ドルムカつく、すっげえムカつく、俺ニューヨーク来たけど、いっぱい喋りたいことあるじゃん、2時間分凝縮して喋る。あ、すごい、今聞いた話なんですけども、まずですね、僕はニューヨークで絶対やんなきゃならないこと、一つ目はですね、アップス今週の歌の曲紹介なんですよ。それと2個目にチェリーコークなんですか、もう。あ、そうなんですか。じゃあチェリーコーク買いに行っていいんですね、行っていいんですね。じゃあ行ってる間に曲かけて、でそれでも帰ってこなかったら CM 行って、それでも行かなかった時には一応もしもの時のためのスタンバイ素材っていうのがあるんで、それをかけて、周り店とかあんの多分、maybe maybe、ね、それでも帰んなかった場合は親父の一番長い日を、ね、かけといてくれれば、じゃあ行ってくるねチェリコク1本でいい、1本でいいね、3本はい3本わかりました。曲はですね、西方沙織でトライトゥーウィッシュ。番組開始5周年特別プログラム、一応に光る深夜のバカ力からライブインニューヨーク。伊集院光る深夜のバカ力から番組開始5周年特別プログラム、深夜のバカ力を作った人たち。ラジオショー、声出さぬ人も泣き笑い。深夜のバカ力には多くの人間が関わっている。 DJ の伊集院、こんばんは。構成の渡辺AD の柳沢、レコードシティ行って CD 撮ってきます。アルバイトの松上、コンビニ行ってきます。ミキサーの岡部、どうも。
クロマ同士のヤコペッティ。スタジオの壁に封じ込められた鬼。ビッグハットの基礎に埋められたおしず。お父ちゃん。今日もマイクを持ってじっと立っているマイクスタンドおじさん。リンゴ大好きボビー君。皆さんのラジオの中で働く声の妖精スマーフ族。そして田村ディレクター。それではここで番組の歴史を語る上で欠かせない歴代ディレクターの面々を紹介しよう。初代ディレクターは永田守。プロ野球球団大米オリオンズのオーナー永田ラッパの孫。大雨の日の路地裏の片隅で段ボール箱の中で泣いていた伊集院光を拾ってきた男。その後しばらく面倒を見ていたがお母さんに見つかったのであっさり捨てた。二代目ディレクター池田隆夫。96年10月就任。その後国外逃亡。ニューヨークでうつろな顔で球を振る日本人ホームレスが彼によく似ていたという噂もあるが不明。三代目ディレクター鬼面院は木場五右衛門。生肉を食らう。いつも右手に持った段ボール用のカッターナイフをチキチキ言わせている。怒ると口から酸を吐くなどの気候が目立ち短期間で退社。現在着物デザイナー。4代目ディレクター TB8000X。 冷静な判断力と分析能力の高さで期待が高かったTBS 初のロボットディレクター。重大なバグにより自爆。五代目ディレクター松島純。おばあちゃん子。六代目ディレクター田村和弘。ウォーリー君に。番組の歴史を語る上で忘れてはいけない存在が歴代ディレクターたちならば、伊集院の歴史を語る上で外せないのが先代の伊集院光である。ご存知のように今の伊集院光は4代目になる。ラジオの発明と同時に DJ を始めた初代の伊集院はその声質からダミ声の伊集院と呼ばれた人。二代目の伊集院は大層な人気者で、当時の流行語「サプリメントを食って寝れ」はあまりにも有名。まあ、あの受験生の頃にはねこういう悩みいっぱいあると思うんですけれども、まあ、一応伊集院光から言えることはねただ一つ。はあ、サプリメントを食って寝れ。それじゃあですね、曲の方行く前にもう一回、はあ、サプリメントを食って寝れ。食って寝れったら食って寝れ。そして先代の伊集院光は人呼んで電波の伊集院。そのシュールなトークは早すぎた天才どころか未だに意味がわからない。星にもさ、黒太陽からさ悪い方の紫外線が出るでしょ。それでさ、ああ今イヤホンから張り出したでしょ。イヤホンから張り出したでしょ。今油断もね隙もねないんだよ。流れてないでしょ。この喋りはさ、いつもみんなさ伊集院さん聞いてますよって言って雇ってるでしょ。雇ってるでしょ。それ絶対あのカプセルだとおかしいよ。
そんな先代とたまたま病室が同じだったことから、突然4代目に指名されたのが今の伊集院光。彼は今後の番組作りについてこのように述べている。ラジオっていうのはこう音だけのメディアなんで、楽かと思うと逆なんですよね。映像がフォローしてくれたりする分っていうのが全くないんで、この音の中にこうストイックに作り込んだこうメッセージみたいのを入れていかないと。あ、今イヤホンなんかしました？大丈夫ですか？あの音だけの作業だからってこう手抜き、今イヤホンから吐い出したでしょ。そういう装置あるでしょ。あのね、あのもっと言いたいことあるんですよ。あのね、黒太陽あるじゃないですか。あの普通の太陽の裏に隠れてる黒太陽があるでしょ。あそこからの悪い方の紫外線あるでしょ。あれが出るからすごい、あのみんな気をつけないといけないですよ。あと僕の布団の中に、ともかく頑張れ伊集院。お大事に伊集院。周年特別プログラム、一応に光る深夜のバカ力からライブインニューヨーク。ニューヨーク、ニューヨーク来たよ。番組開始5周年特別プログラム、一応に光る深夜のバカ力からライブインニューヨーク。ニューヨーク、ニューヨーク来たよ。戻りました、戻りました、戻りました。あのすいません、このビルですね、何度も説明しますけども、CBS のビルなんですよ。で、あの1階から一応4階までそのエレベーター上がってきたんですけども、あのなんかみんなね、楽しそうに話してんだよ、その OL とかと、OL さんとその何、サラリーマンが。多分あの一通の間違いメールから恋が始まってんだと思うんだけど、早く閉めろっていうぐらいなんかやってんだよ。でTBS っていうのはここの中ではどういう存在なのか俺の中では今一歩飲み込めないんだけども、入り口なんですけども、入り口のところでちょっと止められたんですけども、ぶっちぎってきました。フリーズって聞こえたら止まる用意はできたんですけど、どうもフリーズは言われなかったんで、とりあえず上がってきたんですけど、あのねこれは俺のせいじゃないからね、もう絶対行かないからね、もうこれのせいじゃないからね。これチェリーコーク本当にあるんですよ。普通にチェリーコークあったんですけど、おそらくニューヨークではチェリーコーク売れてます。なんかいわゆるデリって言えばいいのかな、デリって言うんだよね。なんか売店みたいなのあるんですよ。そんなちょっとした食べ物とジュースとか売ってるスタンドみたいなのある。そこにもうチェリーコークあるんですけど、その一番近いところでいきなりあったんですけど、2本しかないんですよ、売り切れて。で嫌な顔すんだよ。で一応店員さんにないかって聞いたら、これは多分同じようなやつだから持ってけって言われて、全然違うやつなんですけど、あのアリゾナパワーっていうのが全然色も違うし見た目も違うんですけど、なんかその店員さんが言ってることを、俺あんま英語得意じゃないんですけど、似たようなもんだからこれでいいだろうっていうことで一応包まれてしまったんで、ね、多分同じ味なんですよ。っていうか明らかに炭酸じゃないですけどね、チェリーコークは両方炭酸でですね、このあのアリゾナパワーに関しては炭酸じゃないん。うわ今すごいですよ、厚生の渡辺君からなんか使えねえみたいな顔で、僕こんなに汗ダクダクかいて、雨降ってんですよ表ね、ザーザー雨降ってんですよ。でいてニューヨーク行ってバー行って、でいて初めてのお使いと違って隠しカメラとかついてこないんですよ。俺も途中泣きそうになって、あの出前持ちの格好してるスタッフとかにちょっとって言おうと思ったらいないっていう感じなんですよ。まあ、何年パシリやってんだよって言われちゃうと、中2の頃からなんで結構長いんですけども、こんな仕事なピーにやらせろよ、ピーにね、血のピザにやらせろよ、こんなのどう考えても。血のピザであり、うちの番組では P 兼任で D でもあるわけですよ。 D はドリンクの D だから、ピザ&ドリンクの係は血のなんだから、もう言ってくんなきゃ困るよ。あ、もう CM だ、 CM。生放送、番組開始5周年特別プログラム、伊集院光る深夜のバカ力からライブインニューヨーク。ニューヨーク、ニューヨーク来たよ。いやー今あの走ってきて喉が渇いたんで、たまたますぐ近くにあのドリンクが用意したって、名前がアリゾナパワーっていう名前なんですけれども、何の味って言ったらいいかな、ハーバルパンチな味だね。まあ、サブタイトルなんですけれども。うまーい。ね。まだ俺なんかやんなきゃいけないことあるんだよね。あ、ラストもう2分。番組もラスト2分ですよ。2分なんですけど、少子隊の顔メンバーの、
一番面白い顔だった人に電話つなぐということで、東京の方からちょっと電話つないでください。板橋区の森和弘くんです。森くんもニューヨークからいきなり君の顔が一番面白かったっていう電話を受けるのはどういう気持ちなんでしょうか。起きてるんでしょうか森くん。てか俺何しに来たのニューヨーク。俺何西畑沙織の歌を紹介してでさらにバシリ行って電波の届かない場所にあるか電源が入っていないためかかりません。何しに来たの俺今ニューヨークまで俺は何しに来ちゃった。あの森くん君の顔が一番面白い。あのこの今の声は国際回線を伝わって TBS を通して君の家の周りに電波で飛んでると思うんだけど、あの森くんの顔はね、あの番組の中のよりすぐりの面白い顔の人の中で一番面白かったんで、もう拒否権はないです。あなたはもうメンバーに選ばれました。とりあえずですね、もうこれでエンディング間違いないよね。エンディングだよね。ニューヨークプレゼントの方ですね、一応何買ってくるかもう分かりません。欲しい人はですね、はがきに住所、氏名、年齢、電話番号、伊集院光の到着時刻と、等を書いて、郵便番号 107-8066、TBS ラジオ伊集院光深夜のバカ字からニューヨークプレゼントの係まで送ってください。ちなみに正解時刻って公式タイムとかこれ言っときます。いいやな、分かんなかったら、間違えて書いた人は間違えて書いた人は派手だもんね。ということでですね、少なくともですね、2人にはチェリーコークが当たりますんで、チェリーコーク僕ら見ないうちにすごいかっこいいデザインになってますから、でですね、Amazon パワーに関しては私が一口と残りを千野さんが飲んじゃいますんで、千野プロデューサーが飲んじゃいますんで、残念ながらですね、プレゼントではもらえませんが、あの、土産話も含めて来週たっぷりやりますからね、非常に何のために行ったのかちゃんと分かるような放送になりますんで、土産話期待して来週も聞いてください。それから、あの、はがきコーナー、早押しクイズ、キキの Q テーマは、チョコエッグとホワイトアウト、逆世界遺産、豆知識予備校、ダメ人間だもの、浦井藤家の食卓、各はがきのコーナーもどんどん送ってください。お待ちしております。本当にもう終わりなの、この放送。マジで？マジで終わり？それが、伊集院光の声を聞いた最後だった。